あのおはようございます。えー、また今日の授業を始めたいと思います。えっ、ー、と前回から。 えー、この「三元」という、まあ、不母流のおその三元のお日本における需、えー、要というお話を始めたところでありますで、あのー、この「三元は」はあ、このーまあこの「水溝伝もそうなんですけど「えー、白亜小説」といわれる分野なわけです。でえー、このまあ白話 というところがまあ問題なんですけれどもえまあ中国語の口語で書かれている小説ということになります。でこれはあの日本はまあ今までこうずっと勉強してきましたようにえいわゆる漢文訓読というまあやり方を日本人は発明してそれでえ中国の本をずっと読んできたわけですけれどもまあそれは 多くの場合はあのいわゆる文言ですね、まあ、この、えー、と白話というのに対して、まあ、中国語で言えば、まあ、文言なわけですけどその文言の文章に対しては、えー、この訓読というやり方も非常に有効だったわけですけれど、えーまあ、いわゆるこの話し言葉の白話のものについては「えー ややってれれなないいことはないんだけれどもまあ要するに今まで日本人が直接こう見たり聞いたりしたことがない単語といいますかねま,あまずは語彙の問題もそうだし単語が出てきたりするわけです。でまあその白話をどういうふうに読んできたかというあたりの話を前回したところであったかと思います。 まああのまあ、これ小説が出てきたわけですけれど、まあ、実際には、えー、例えば禅宗の,の五六でありますとか、えー、江戸時代はまあ朱子学なわけですけどその朱子五類という本を読むためにはやっぱり白亜の勉強をしなきゃいけなかったで、まあ、その一つの背景として、まあ、当時の人が、まあ、この「東亜」という。 えまあ中国語の勉強もまあしていたということなんですね。それであのまあちょっと話は,話は前後するんですけれどあのこの後まあと水古伝の日本における重要な話になりますけれどまあその中で大きな役割を果たしたのがえと岡島観三という人なんだね。この人の人名前は 何度かもう出てきているかと思いますが岡島観山であのその岡島観山はあのまあもともと長崎の人で、えー、いわゆる唐通寺という、まあ、あの中国語の通訳、ね、ですから、まあ、この人は中国語が非常によくできた人ということですであの、まあ、当時ですからそういうあのまあ唐話というものをやっぱり勉強しようという人もあの実際に いたということでありましてそれでえとこの岡島観山はですねえとこの東和三陽というえこれはあのまあ要するになんと言ったらいいんでしょうねあの中国語会話集みたいなものと言ったらいいのかまあ 要するに、その中国語を勉強する、この東話を勉強するための本なんですね。それで、えっと、これ、今日、あの、これは台湾大学の図書館にもあって、あの、英印本ですけどね。あの、この東話三業という本なんです。それで、今、これ、まあ、借りてきたから、お回わし,しますけど。あの、こう、まあ、要するに、中国語の、言葉が出ていて。で、日本語の、いわゆる意味があって。 で、そしてそこにえっ、ー、とその中国語の音を振ってるわけねで、例えばタイピンなんていうあの言葉が一番最初に出てきますけど、まあこれは大変なという日本語が出ていて、そしてここにタイピンというふうに振り仮名が振ってあるわけです。で、まあ、ただあの実際はこれ。 ね、中国語というものはあのいわゆる成長があるわけですから、えー、この成長のことは何も書いてないわけねだからタイピンタイピン本当はタイピンでしょだけど、まあ、これをタイピンと読むか、ね、タイピンと読むかよく分かりませんけど、まあ、そういうことはだからわかんないんだね。だからこれを使って えと本当にその中国の人勉強した人が中国の人と話をして分かるようになったかどうかっていうのは私もよく分からないんですけどまあとにもかくにもねあのこういう本が出てたということはえ事実ですね。大体まあ何と言ったらいいんでしょうかねその緩和というまあ一種の当時の共通語的な 言葉の発音になってるんだとは思いますけれどあの時々なんかあれだねえとあれと思うようなあの発音もあってでこれはおそらくあのその日本につまり長崎に来ていたえその中国の人の <laughs> 出身地の発音を反映してるんだろうね、え。ー ジーシアン,ンっていうのが、えー、キージャンって書いてあるんだけどまさかミ,ミンナンアで台湾語でジーシャンはなんて発音しますジーシャンジーシャンルーイージーシャン分かんないキションキションギー ギーかそうするとじゃあちょっとあれかなこっちらじゃん」ジャンっていうのがねなんかひょっとするとあれなのかもしれないけどだからひょっとしたらそういうつまりビンラン語とかなんかの発音で書いてあるところはあるかもしれないんですよそれはわかんないけどね、えー、とそれで、えー、とこれが面白いんですが、あのー、そういうどういう編集方法になってるかというとね、あのー まず最初にこのの二字話っていうのがあるわけね要するに二字の言葉これを最初にやるとでそれからその次に、あのー、今度だんだん難しくなってというか今度は三字話というのが出てきて、えー、三字でできた言葉でね「ヨ、え、ウ、ー・ツァイ・ホア」とかね「シャン・シー・ウェン」とかねなんかとにかく三字の言葉を勉強するんですね次はね「ケン・ヨン・シン」とかね。それから その次に巻の2に入ると4字の言葉になってえそうすると初めて「ですね鎮字不腕金字法腕」って書いてあるけど「金字金字金字法腕」「うんまあ集中不チ縁」は「ひゅいきゅうぷ ユーユーイキューブ県県だよ。あこれなんだろうね。県っていうのはね。県、え、県、ー <laughs> うん。まああのとにかくそういう具合なんです。それでだんだん増えてって四時から五時になり。 えー、もっと長いのもねこうどんどん難しくなってくるという、まあ、そういう仕組みなんだねこれはね。でなんかこのやつを見た時に、ね、こういうその字数で、えー、と編集するっていうのはねなんかあんまり日本にはこういうのないんだねこれね。であの、まあ、なくはない。 えそのまあまあまあ前後と言いますけどねあの前週のまあ距離というかまあそういう言葉でえまあ気の聞いた言葉を集めたその前後宗みたいなものがあるんですけれどもその前後宗っていうのがまさにこの「二時三時四時っていうふうなのでできていてまあおそらく岡島寛山はね あのその前後週の編集方法をまあ真似してえとこれ作ったんじゃないかと思うんですけどねでもこれってなんかあれなのねなんか日本ではあんまり見ないんだけどあの台湾とかではこれあるでしょうこういう字数でやるやつが知らないえ本当知らない 指数で編集されてるこういうものって。カラオケ。カラオケ。カラオケ。あのカラオケの。あの曲を。だからどうやってこう探すかっていうのあるんだけどね。あれは大体日本のカラオケ屋さんは。まあ歌手別。ねこの歌を歌って人の歌手別か。 あるいはその曲の名前の別なんだねで曲のの名前の別はもうこれはイウエオでできてるわけでもいや本当にその台湾のカラオケ屋さんに、まあ、そういうところに行ったことがあるというのがバレてしまうのは <laughs> 非常に良くないがだけどその学問的な大発見をしたわけだ、あのー、要するにあれは、えー、と 2, 2時の曲3時の曲4時の曲っていうふうに分類されてんだよね。 でだから「フーリーチュン鈴純在来」なんていう曲を歌おうと思えばだから「フーリーチュン鈴純在来」で五字の曲というところを探すと出てくるというそういうふうなあれになってるんだよね「あのウォおじい在ふに」とかねだからそういうのは全部 <laughs> あの、えっと、それでやるわけなんですよだからこれがこの岡島観山スタイルっていうかあのだから決してこういうものが突然あるわけではないというね あの今でもそういうことが多分他にも何かあるはずなんですけどねやっぱりそれいきなりカラオケ屋さんが考えたとは思わないんであの多分なんか他にもそういうやり方で編集されてるものがあると思いますだからまあ,あの岡島勘三はこれで今たまたまこれ借りてきたのであのお回ししますのでなんかあのこの発音はなんかうちの 田舎の発音だというようなやつが皆さん気が付いたら教えてください、はいはいえー、とそれじゃあ,まあこれはちょっとあの少し脇道です。それでえっ、ー、と前回、えーまあ、しかしその白亜というものに、まあ、日本人はいわば格闘したわけですね大変苦労したわけですけれど、あのー、その三元 でこれもまあ日本中国の小説というものがあって、まあ、それをまあ日本で受け入れるっていうことですけど、まあ、いろんな段階が当然ありうるわけですよねまずはえと中国から来たその本そのものをまあ読んだ人もいるかもしれないってこれはまあよほど高級といえば高級な人だよね、まあ、まずは本そのものがめったないわけですからねでそれからえと次にこの小説三原みたいにまあ和国本としてこう出るとこれはまあ 原文は一応あの中国語のままになってるわけですけどそこに、えー、この訓練とかまあ、送り仮名をつけてまあ、いわゆる全くの漢文訓読式でまあ、読むということですね。それであのこの間、ちょっと補足しときますけど、あの例えばえっ、ー、とこの？ 「建地、えー」検なんていう言葉があって、あのー、こっち側にこれ「家督」なんてね「家の財産」なんていうような、あのー、まあ何て言うかこう言葉の説明をしてるものがありましたね。でこれね、あのーまあ、いわゆる説明でいいと思うんですけど、あのー、一応そのちゃんとした呼び名があってこれは、まあ「作ん」っていうんだね作ん。サクン えと左側に、まあ、いわゆる言葉の、まあ、意味というかね「訓」をつけてるということで、まあ、サといいううふうに、まあ、言いますですからそういう返、えー、り点送り仮名をつけ、えー、と日,本日,本語日本人にとって分かりにくい口語の語彙にはこういう「さくん」っていうのをつけるというようなことで、まあ、やってきたという、まあ、そういうことなんですね。でえー、と今日はあのそれに続けてですねあのー まあもっと具体的な作品を見ながら、えー、中国の白話小説というのが、まあ、日本に来てですね、えー、どういうふうに変化をしたのかということを、まあ、ちょっとこう考えてみたいと思うわけです。えー、とそれで、まあ、あの白白小小説説、まあ、中国の白話小説の代表として えー、形成通元これはまあ有名な話ですけどねあのいわゆる「白蛇伝」の話ですね。形成通言の牧野、えー、28というところに、えー、これは「バイニャン通」ですね。白 レイフォンタとまあこれはあのえとまあ白蛇伝というとねいろいろなバージョンがあってその話の中もいろいろあるわけですけどまあその中でまあ一番 えなんて言いますかこうまあ古くもありえある意味守備の整った作品というのがこのえ形成通言の中に入っているこの「バイニャンズ」の「白状師」の話ですね。でえとこれがまあ日本に来てえこの間からも名前が出ておりますけどえ上田明成の「右月物語」という。 右月、えー、物語の中の中ですねウツ物語はまああのいくつかの話が入ってるわけですけどその中の、えー、とこれは「邪性の陰」というね「陰」ってなんか変な字なんですけど「えー、邪性の陰」という、えー、こういう物語に、まあ、これ変わるわけですね。で、えーとまあ、中国のいわゆる白話小説から「 でこういうあの上田稀成の「右月物りもそうなんですけど中国小説のまあ日本版っていいますかね、えー、日本式に書き換えたようなものがまあ収められているものっていうのは、まあ、江戸時代にはこれ読み本っていうんだねまあ読み本という一つのジャンルにこうなってるわけです。であのこの 読本という、まあ、この2字の漢字は、えー、普通まあ音読みでね「読本」というと「あのなんとか読本」というようなよく本の名前になってますけど、まあ、それは一種の教科書みたいなもんですねあのそういう意味になりますけどあの江戸時代の文学の場合にはこれは読本というふうに、えー、訓読みで読んであのいます。でこれはあの読本 っていうのは、まあ、もちろんあの目で読む本という意味であるわけですけれどあのなんで読み本っていうかというとですねこれはあの、えー、とそれ以前にあった、まあ、言ってみれば絵本とあの、まあ、対になるというか対立する言葉なんですね。今までの、まあ、これ草草子っていうふうにいいますけど、まあ、そのお話の話っていうのはあの ゾウムシというんだね。あのだいたいこう絵が中心で。あの。まあ要するに絵があって、そこにお話があのあるという。まあそういうような、まあ一種の絵本ですよね。でそういう性格のものだったわけです。で、ただそれが。えっと中国の小説が入ってきて、それをこうまあいわば前にもお話したように。いわゆる本案をして、えー、作られるた小説というのは。 えー絵,じゃまあ、絵もあるんですよ実はね「右津物語も差し」も挿絵刊行された時にはちゃんと挿絵っていうのは入ってるんですけど、まあ、これはもう圧倒的に字の方が多い、えー、要するにそういう意味で読み本というふうにねあの言ってるわけです。でまあ、あのー、別に読み本というからというわけではなくて、まあ、こっちはもう、あのーまあ、要するにそういうものなんだね。で えー、これをちょっとこうまあいろいろ比べてみようというのが、まあ、今日の最初の話ということになります。で、えー、とそれを考えるのにあのまずちょっと、えー、このそもそも中国におけるこの白話小説っていうのがどういうものかというお話もちょっとしないといけないと思うんですね。 でまあ、そこら辺のところからあの話してみたいと思っています。でこのそもそもあの、まあ、中国の白亜小説っていうのはいろいろありますよね「あの三国志演義なんていうのもあるし「水、え、古、ー、伝」「西遊記」まあそういう「まあ、金平梅」とかね、まあ、こういうのはみんないわゆる白亜小説「まあ、コンロ楼ムもそうですね「本楼門」もそうですね。でえー、その、まあ、いわば 白話小説のまあ白亜小説のまあいわば歴史前史と言ったらいいかもしれないけどその歴史と特徴みたいなものをこう考えてみるとですねえこれはあのそもそもあのこの白亜小説っていうものがどういうふうにして生まれたかというとですねえこれはは本来は あのいわゆる町の盛り場で、えー、と行われていたあのいわゆる講談なんですね、これね、町、えー、の盛り場の、えー、講談。講談っていうのはあの いわゆるお話を、まあ、そういう話かというかね。まあ、あのプロが語ることですけど。えっ、ー、と、まあ、中国語では、いわゆる、えっ、ー、と、ショーフォアとか。あの、まあ、ジャンクーシーと言ったらいいんですかね。えー、ジャンクーシー、まあ、そういうもんですね。えっ、ー、と。 台湾でもこういうなんていうの、えー、とジャングー氏ーの芸人さんというか語り手って今でもいるよねいることはいるでしょなんか僕いつだったかなんかタクシーに乗ったらあのそのタクシーの運転手さんが、えー、ラジオつけててそのラジオがなんか「三国志」かなんかを <laughs> 語ってたんであ,あこういうのはやっぱり台湾でもあるんだと思って、えー、感心して見てたんですけどあの、まあ、要するにそういうもんですね。 も、えー、ともとはだからあのこういう文字に書かれてるものではなくて、まあ、そういう寄席日本で言えば寄せですけどそういうあの盛り場で、えーまあ、小さな劇場みたいなところで、えー、そういう公爵子があの話をすると、まあ、そういうところが大元だったっていうわけなんですね。 でそのえー、とこういう講談みたいなものが、えー、といつ頃から中国であったかっていうと、まあ、これはまあ話をする人はもちろん大昔からあったと思うんですけど、あのー、今はっきりわかる資料っていうのはもう壮大ぐらいからあるんだね。でこれはあのー、北の時代に、えー まあ、都は弁慶ですよね、まあ、今の開封その、えー、と弁慶の町の様子を記録した「統、え、計、ー、無可録」っていう本があるんですねこれ,これはやっぱりこの場合は「東京」とはやっぱり言わないで「統計無可録」と読んでますね、まあ、中国語で読めば同じなんだけどね「とんちんもんほある」なんですけど。 えこの場合は「統計無可録」というふうに「統計無可録」という本はですからその北宋の都の,その弁慶の町のこう繁華な様子非常に繁盛してたというその様子を非常に事細かにまあ記録した本なんですね。これはあのえ まあ実を言うと、これを書いた人がまあ毛元老という人がいるわけですけど、北宋の時代にえその弁慶の街を見ながらあの弁慶の街を歩きながらこれを書いたっていうわけでは実はないんだね。このモンホアルという名前でもわかるんですけど、あの北宋はえこの金という国が攻めてきて。 え南半分をなくしちゃいますよねそれで後半南に半径に移りますね都がねそれでえそのいわば南宋に入ってからえかつての華やかであったその弁慶の都のことを思い出してそしてこう記録をしたっていうものなんですね。だからあのそういうまあいわば思い出の記録なわけです。もう今は もう何ていうかないってことはないけれどもその金の領土になってしまったその弁慶を思い出して書いたっていうものなわけです。で、えーとまあ、そこでね、えー、とこの何て言うんでしょうね、えー、この「統計無可録」っていうのは、まあ、そういうような意図でも書かれているし、えー、そもそも、えー、この町がこの弁慶の町が、まあ、いかに繁盛してたかということが まあ一つのこうポイントというかねあの本を書く一つの目的ですよねでそういう時にその例えば今の台北非常にこう繁盛していると思うんですけれどもこの台北の街のえその繁華な様子っていうものをですね例えば統計無価値みたいな本をえ書こうと思った時にねえだいたいどこを書くか っていうまあ、そういういことだよねでこれは考えてみると、えーまあ、どうなんでしょうね何か今私は、えー、と中央研究院の,あの南緩なんていうところに住んでますけど、えー、第1ページ目からその南緩の様子なんて多分あんまり書かないんじゃないかと思うわけですね。でこれはやっぱり、えー、今だったらどこなんでしょうね台北のこう一番繁華な場所って。 トンチュってのはあのあれか、ジョンシャオトンルーのあの素行とかなんかのあのあたりか、まそうだな確かにそうかもしれないね。だからそういうところから多分書くと思うんだよね。あのでこれはあのもちろんですからえーこの毛元龍が えー、統計無価録を書いた時も同じでやっぱり町の盛り場がいかに、えー、繁盛してたかっていうことをまあ書くわけですねであのその町の盛り場この当時の言葉で餓死、えー、というんだよね、えー、その餓死の様子まあだから何でしょうね、えー、と東京でいうとまあなんか浅草みたいな感じのとこじゃないかと思うんだけどまあ台北だとなんかあそこの なんかロンシャンスとかああいう今ちょっとねなんかあの街の中心とは言えないかもしれないけど昔は結構あの辺りいろいろ劇場があったりなんかして下がってったんでしょだからあのそういう辺りのことをイメージするとわかりやすいと思うんですけどそういう菓子の様子っていうのを失敗ぱい書いてるわけですね。そそうするとそのには、まあ あのこのこ頃まだ壮大ですから、まあ、あの本当の演劇らしい演劇っていうのはないわけだけどでもそれでもいろんな、えーとそのまあ、アトラクションといいますか出し物が当然あったわけだね。でこの中にあのいわゆる、えー、当時の,その芸人さんいろいろな芸人さんがたくさんいるわけだけどその、えー、この人はこういうものが特技だっていうようなことの。 説明がいっぱい出てるんですね。で、えー、例えばその、えー、綱渡りとかね、あのー、綱渡りは誰誰とか、えー、そのなんかたた玉を操る芸は誰誰とか、まあそういうものつまりそういうサーカスみたいなものとこう並んでですね、えー、講師 それから小説これはまああの並んで出てくるわけじゃないんですけど講師とか小説という言葉がこう出てくるわけだね。のの得得意意なな人人はは誰誰小説というふうにその芸人さんの名前がこう出てくるわけです。ということで結局この当時のえまあ流行りものは行っていたそういうものの中にまあ講師というものをまあこれは 語る芸人さんがおり、まあそういうジャンルがあり、それから小説というものを語る人がいたということなんだね。で、あとまあ他にそれらしいのは、えっ、ー、と五代詩っていうのがあるのと、もう一つそのえっ、ー、とこの説三分っていうのがあったんだね。で、おそらくあのこの説三分っていうのはあの。 三国志三演義の話じゃないかっていうふうに言われてますねで要するにで本当だったらその三国演義三国縁義もこの講私の中に入るわけじゃない歴史物語だからねだから、あのー、その中に入ってもいいはずなのに、えー、とその中にはもう「節三分」っていうのがわざわざ別に取り出されて、えー、と節三との「節三分」の えー、名人ということでこう出てるくらいですからおそらくやっぱり「三国志」は別格だったんだと思うんだねあの特別にやっぱり人気があって、えー、語る芸人さんもまあ特別な人がいたという、まあ、そういうことだと思います。で講師、あのーまあ、っていうのはあのーまあ、いわゆる歴史ものであるしこの小説っていうのは、えー、ともっとなんて言うんでしょうね えー、そこら辺の物語という、まあ、いろんな、えー、恋愛話とか、えー、となんかど泥棒の話とか、まあ、そういうのはみんなこの小説という半ばに入るということです。でこういうのがあったっていうことですね。でそれから、えー、と時代がどんどん下ってきて、えー、今度何層 何層になりますと、あのこれもやっぱり、えー、これはまあ宮古、仁安、えー、甲州ですけど、えー、これに関しても、えー、やっぱりその都市の繁盛期が、えー、もう何種類も書かれているんですね。まあその中のまあ一つの例として、えっ、ー、と無料録なんていうような本が。 ありますでその中を見ると、あのー、これはあの「節話っていう言葉が出てくるんだね。えー「節話かという言葉が出てきて、えーまあ、この時代はまだこういろんなサーカスやなんかと並んで、えー、バラバラとこう出てきたんだけどあの四、ー、つ こういうまあ公爵には大きなグループといいますかねえグループ分けがあるんだというのがえこの時代にははっきり固まってきてでその中でですねあのまあちょっと本によっていろいろつまりその「鹿」と言ってる4つを何を数えるかっていうのは本によって実は微妙に違っているんですけどまあ少なくともですね公師 それから小説それから「説系というあともう一つはねなんか本によっていろいろなんですだからまあこれは書きませんがこの3つはまあ大体全部入ってるねだからつまりえまあ歴史物歴史語り孔子それから「 えー、いわゆる世話日本語で言えばまあ世話物という言葉があるんですけど、えー、そういう歴史ではなくてあの世話物っていうのね世間話ですかね、えー、町の噂とか、えー、そこら辺で起こった。 あのなんか事件とかね、えー、恋愛話とか、まあ、そういうようなものが小説になります。説、ま、と、あ、いうのはこれもよくわかんないんですけど、あのー、ここで説系のやっぱりこう芸人さんというか芸人さんというんですかねなんかよくわかんないけど説系を語ってた人の名前を見るとなん,かなんとか和尚とかね、えー、なんか要するにお坊さんっぽいわけですだからなんかお坊さんがやってたのかもしれないという、まあ、そういうものですね。 でえー、と結局のところ、まあ、この時代にこういうふうにこれはまだ壮大ぐらいには口頭、えー、で、えー、つまり講釈師があのお客さんを前に話をしていたものということになりますけどこれが後々だんだん発展して例えばその講師が、えー、三国演技とかあのまあそういういわゆる随等演技とかねああいうまあ あの歴史小説になりますしこの小説がですねこれがまあ水戸伝になったりあるいはその三元の作品っていうのはまあこういういわゆる小説のまあ一番代表的なものかもしれないねでこういうような形で発展するまあ説計から本当にそうなったかどうかっていうのは非常に微妙でまだよくわかんないけど まあひょっとするとあの西遊記も、えー、なんか別に妖怪が出てくるのはあんまり関係ないけど、えー、と元を正せばあのー、三蔵法師がインドへお経を取りに行く話ですからそういうお坊さんがその三蔵法師の話をしていた時にいろいろお猿さんが出てきたり、えー、豚が出てきたりという話になったんだろうと思うわけですね。 ですからまあ西遊記もある意味ではこのもともとは講談というまあそういうものであるということであります。で、えー、とそうすると結局ですね例えばえ今の「三国縁起」あるいは今の「水古伝」あるいは今の「三元というものを見,る見てもあのこれはもちろん、えー、と今現在我々が読むことができるものっていうのは これは明らかに文字で書かれているわけだよね。でそうじゃないとね残んない。だから昔、えー、この時代ね本当に私はあの宋代北宋ぐらいの時代に、えー、今みたいなあのビデオっていうものがあったらいいなと思うわけですね。つまりその公爵尺が本当に三国演義を語ってるところをね、えー、聞いてみたいというか。 どういう話をしてたのかっていうのを知りたいわけだけどこれはもうなんていうかこういう口頭で話してるものっていうのはねこう今ビデオとか撮ってるからねまあ逆にでたらめを言うと残ってしまうという問題もあるけれどもあのまあとにもかくにもえその時代はこういう機会がないわけですからえもう今となっては。 その壮大や、えーね、その昔の,あの公釈を知る我々は分からないわけでただ、えー、と今残ってる、まあ、この白話小説っていうものねでこれはもちろん、えー、と例えば「水古伝」なんて言ってもいっぱいテキストがあって、えー、そのテキスト音によっていろいろ性格は微妙に違うけれどもあ,のある意味では実はこの白話小説という白話小説というジャンル全体が もともとこういう講談だったという、まあ、いわばその名残をねとどめてるんですね名残を残してとど、えー、めてるということだと思います。でそれがどういうことなのかっていうところを一つの手がかりにして、えーそのまあ、国も違うのでなかなか微妙ですけれど、えー、その三元の中の白蛇伝とそれを日本で いわゆる読み本に改変した「えー、右月物語」とこう考えるとどうかっていうことでちょっとやってみようというわけですね。あのー、まあなんかだから結論的なことを先に言ってしまうと、あのー、やっぱり白亜小説っていうのは、えー、っともちろん読み物なんですね。 三国志あの水溝殿だって三元だって目で読むわけですけれどあのこれ多分これは耳で聞く文学というもののまあ痕跡を残してるっていうことですねそれに対してもう「右月物語」の方は初めからこれはその三元のある作品を読んだ人が初めからこう読み物としてだから全然言葉で講釈師が語るっていうなことはもう完全に。 えー、そういう性格を失ってですねもう完全に初めから読み物として、えー、つまり目で読むものとして、えー、書かれてるという、まあ、そういう違いなんじゃないかと思うわけね。でこれはまあ要するに、あのー、まあ耳の文学、えー、目の文学という <laughs> まあこういうような違いが えー、ありはせんかということをちょっと見ていってみたいと思うわけです。で、あの、実は、まあ、この耳の文学、目の文学っていうことを言ったのは。あの、日本の、まあ、民族学の世界で有名な、あの、柳田邦男という人がいますけど。えー、その柳田邦男さんが、あの、この。耳の文学、目の文学ということを、あの、言われたんだね。で、これは、あの、やっぱり、えっ、ー、と、この近代に入ってくると。 まあ今我々なんかね多分そうだと思うんだけどあのやっぱり本を読むっていうのは基本的にはこう目で読んでるわけでしょこれはね。でえっとだから本を読む時にはあの耳って使わないしあの鼻も使うまあ鼻は関係ないかもしれないけどまあとにかく目しか使わないわけですよね。だけど あの昔の人がこう例えばいろバタみたいなところでいろいろお話をするなんていう時はこれは誰かが口でしゃべってそして誰かが耳で聞いているという、まあ、要するに、えーとまあ、耳と口なんだね耳と口で、えー、伝えられるそういう文学作品でそれからもうあとは純粋にこう目で。 読むようになる文学というまあそういう違いがねおそらく白話小説中国の白話小説とあの日本の読み本の間にまああるのではないかというまあそういうことなんですねでそのことをまあちょっとまずあのあ,あまあいいやえその形式的な面 的な面からこう考えてみるとあのこれまず白話小説中国の白話小説というのはこれはまあちょっとあの実を言いますと、えっと、三元の場合はちょっと関係ないんだけどねあのいわゆる一般的に白話小説特にまあ長編のものを考えていただくと分かるんですけど「あのコロームでも「水溝殿」でも何でもそうですねあれ。 長い話だからもちろんえっと途中でこう区切れ目があるよね。でその区切れ目のことを何って言ってますか。あれは回と言ってるでしょう。あの第一回第二回と言ってますよね。でところが一般的に言って中国のまあこういう昔の本っていうのはこうどういうものでも あのもちろん個々の章にね一冊のある一つ例えば芝生の「式でも何でもそうだけどあの最初から最後までベタッと書いてあるっていうことはなくてだけど中国の一般的な書物が章分けをする時にはあのこれは「漢」という言葉を使うよね「巻という言葉を使うよね。だから四季130巻という風に うううわけですねで巻の1巻の2というふうに分かるだけどこの白亜小説の場合だけ、えー、この「まという字は、まあ、使ってる場合もあることはありますけど一般的には「のい」なんだよね。でこれなんであのそうなのかということなんですけどなんで「漢ではなくて「貝なのかっていうことなんだけどこれはおそらくだから「あの三国志」の話をこう語るなんていうことを考えてもね長いでしょ。で、だから あの公釈師が語るときに、まあ、例えば、えー、今日はここまでとかあるいはその一回ある日の中でも、えー、区切りのいいところでこう切ってですね、えー、それでひょっとするとあのそこでお金を集めてで、ね、お金が集まらないと先をやらないとか <laughs> あの、まあ、そういうようなあのことがあったかもしれない。で要するにに、えー、第1回第回回といううふ あの分けて語っていくからあの白亜小説の場合にはえとこの「解」という言い方を使っているとだからまあこれもいわばえこのもともとが講談でこう1回2回って分けて語っていたというまあいわばその名残というふうに考えられるんだね。でそれからあ,あそれからもう一つはえっと 僕も時々ね冗談で言ってるけどあのこうよくねあのこれも決まり文句ですけどあの白話小説の長編小説の場合にあの大体こうお話が一段落、えー、面白そうなところへ来ると「知恵ティンシアホイフェンジエ」って言ってあの終わっちゃうよね。そそれれでで次の回へ行くくわけでしょでこれもおそらく あのー、だいたい、なんか、えー。話がこう一番。クライマックスにたどり着きそうなところで。なんか例えば関羽がね、こう危機一髪みたいなところで来ると。あの <laughs> チエティンシアホイフェンジエと終わっちゃうわけだよね。だこれはやっぱり。あのそこでお金取ってかね、あのその後をまた聞かせようっていう。一種の工夫だと思うんですね。それから、まあついでながら。 あのこのだから「チエティンシアホイ・フェンジエ」っていう言葉これ変だと思わないあのだって「コーローム」にこうやって書いてあるんだよコーロームだって「チエティンシアホイ・フェンジエ」って言ったって次のページめくればわかるじゃないだ <laughs> だからら本の場合だったら あのだいたいなんで「ティン」という言葉を使うのこれ。ねえあの知恵漢シアホイ・フェンジエとかさ「知恵トゥ」とかね「知恵漢」だったら分かるんだけど、ね、知恵ティンって言ってて言でしょだからこれはやっぱりあのもともとこれは後でまた申しますけどあの白話小説っていうのはそういう講釈師がこうお話を語るっていう枠組みになってるわけですよね。 でだからあの次の回をお聞きくださいというねこれはだからやっぱり「金」という字を,こを使うというね、まあ、そういうことなんだよね。こんなのもあのねえ水浴殿とか読んでる時は何とも思わないかもしれないけどあのなんで「貝」なのかっていうのはだだ多分そういう、えー、昔の講、ね、釈士が話を何回にも分けて語ってた、まあ、名残なわけです。 これはまあ三元の話なんかと大いに関係があるんだけどあの白亜小説の話の最初にですね大体ルー・ホアっていうのが大概ついてるね。でこれルー・ホアっていうのはまあ日,本日本語では「枕」っていうんだよねあの話の枕。 枕ね、なんでなんでこの「前頭」がそういうあれになるのかっていうのはあれですけどとにかく「話の枕」というふうに言います。で、えー、とこれはあの例えばこのさっきあ,のあれにしましたこの「白蛇伝え」形成通言の「白蛇伝」の話なんていうのはあのものすごくそうなんですけど大体、えー、こう「白蛇伝」の話っていうと大体、まあ、その巨仙という男の主人公と「 えー、バイニャンズの,その白蛇の姓がまあ出てくるところから本当のお話が始まるわけですよね。でだけど、あのー、これ読み始めても、えー、なかなかその虚線が出てこない。で、えー、と最初始めると、あのー、これは、えーとそのえー、白蛇伝の話は杭州の、えー、と聖子。 成功が舞台になっている物語ですよね。そうするともう最初のうちは、えー、その考証の聖子に関する説明で、それからえっ、ー、と考証の成功を読んだえっ、ー、と有名な人の詩とかっていうのをなんかやたらに並べてですね、えー、それでなかなかこうあのー、物語が始まらないんだね。である程度こう読んだところで。 えっとさてって注意しよとかなんとか言ってその講習にこう拒戦という人がいましてっていうふうに物語が始まるわけです。でこれルーそういうまあつまり話の本題と関係のない、えー、お話っていうのがこのルーフォアなんですね。でこれもあのやっぱり、えー、だいたいまあここの教室はね皆さんあの真面目で。 大変静かにこう聞いていただいてるからそういうことはないんだけどあのねこう大きな部屋で講釈をしようなんていう時にまあ最初のうちはえお客さんもなんか自分の勝手なおしゃべりをしてたりなんかしてえ全然講釈師の話を聞かないというようなことがあったりした時にですねえ最初にあのまあ本当は本題を聞かせたいわけですけどあの関係のないえお話なんかをして。 い、まあ、わば聴衆の、えー、興味を引きつけるというね、まあ、そういうような、あのー、ことを多分やってたんだと思うんだよねこの講釈詩がね。でこのだから白亜小説これは文字になってるからだって虚線、えー、と白上詩の話が読みたければさいきなりそこから始まっても誰も困らないわけだよね。だけど、あのー、いき最初は しばらくその成功に関するお話をしてっていうのはやっぱりもともとの講談だったというもののいわば痕跡をねあの文字に書かれてはいるけれどとどめてるっていうまあそういうことだと思うんでね。えっとそれじゃあちょっと時間になってしまったので途中なんだけどちょっとここで休みを入れましょう。「あの右月物語」の話はだからもういきなりえ主人公が登場しますのでまあその話を。 次に切れたところから始めたいと思います。じゃちえっとそれではあのまた後半の授業に入っていきたいと思いますけどあの今ねたまたま、えっと、ご質問を受けてあの今のその岡島、えっと山の「岡島寛山」の「 えー「東和三葉」という本の,その中国語のね振り仮名振ってあるわけですけどあのこれはどこら辺の言葉なんでしょうかっていうご質問があったんですがそれと合わせてねちょっと実は白話小説ということに関してもあのそれ大事な問題に関わるのであのちょっと補足をしておきます。白白話話小説っっってててううけどそののだだいは問題だよねで これはまあ中国語はだたいまあなんていうのかねえとまあある意味価値の順になるわけだけどまあ文語っていうのがあってえ白話それからちょっとまあさっき言わなかったけどこう緩和というものがあるんだね。そしてこう方言だいたいいたこうううような まあ構造になってると思うんだよねそれでえとこ,れをここでこう分けたのはあのこっちはまあいわば文字で書かれたものとでこっちはまあ口頭の言葉なんだよね。でえとさっきからだから白話っていうのは話し言葉ですっていうふうにうっかり言ってしまっているんだけど あのー、中国語で話しいわゆる広い意味での中国語の中で話し言葉って言ってもこれは実はそんななに単純じゃないよねでこれはまあ皆さんもよくご存知で、あのー、要するに中国語には、えーまあ、例えばまあ学校で習ってるようないわゆる「国語というのもちいわゆる中国語も話し言葉であるわけだけど、あのー、それ以外に えー、いわわゆるる方言注文があるわけですよねこうあの台湾語とかね発歌語とかねこれはもういろいろありますよね。でそういうふうになっていてだから話し言葉というふうに簡単に言うんだけど決してこれは方言のことではないんだねあの白話小説というのがね。で白話小説というものがもしその本当にどっかの方言で例えば蘇州かなんかの方言で書かれていたらよその人は 読めない。わからない。ね。だけど、それでは困るでしょで、それから。えっ、ー、と、実際に。えっ、ー、と、その中国で。えー、場所広いからさ、えー。どっかの地方から来た人と。どっかの地方から来た人が。出会ってね、えー。話をしなきゃいけない。関東から来た人と。ね、蘇州あたりから来た人がさ。こう出会って、こう。 会話をしなきゃいけないとかいう場面を考えてみてもだよ。こう関東の人はいきなり関東語だけしか喋らなくて、えー、蘇州の人は蘇州方言しか話さなかったら、多分絶対こう話は成り立たないよね。で、だけどそれでは困るわけでしょ。やっぱりね、いくら昔だってね。でもそうなったら、それこそ昔の日本人がやってたみたいにこう筆談ってやつで、あの字書くしかなくなっちゃうよね。 字書けば広東語も蘇州語もないからねこれはねあの大丈夫なんですけどあので実際その話をするのに困るとで誰が一番困るかっていう問題を考えるとあの結局例えば広東省で生まれて広東省でずっと例えばえっと田んぼを耕しているっていうようなお百姓さんはあんまり他の地方の言葉を使う必要ってないんだよね。 要するに関東でずっと暮ららせばいいわけだからねでそれは困るのはやっぱり別の地方へ出て仕事をしなきゃいけない人でしょつまりその本当に蘇州の人と会ったり、まあ、もし仮に関東の人だとしたら蘇州の人と会ったり北京の人と会ったりしなきゃいけない場合だよね。でそれはあのやっぱりいろいろあるとは思うんですけどまずはやっぱお役人さんでしょ昔の中国で言えばね。 例えば佳境の試験なんかを受けに行くってことを考えたってえだんだん上のう上のレベルになればあの言葉のだからこれそういうまあ何ていうのかないわば違う地方の人同士があった時のまあ一種の共通語としてこれ緩和っていうものが一応あったんだねこれはね。 あの緩和でなぜ緩和っていうかっていうとやっぱりこの「緩和」お役人でしょだからお役人さんがあの話す言葉という意味でねでこういうものは昔の時代もあったわけだねでただし、えー、とこのいわゆる緩和のあるものはこれもまた結構だから地方性があって、えー、微妙にこう違ってはいたようなんですけどねだから多分その岡島勘三のあのー 中国語の読み仮名っていうのもあのいきなり方言を勉強するっていうことは多分ないと思うんで,で、えー、とその当時、えー、日本長崎でしょ長崎に、えー、と来ていた船がやっぱり一番多かったのはまああの江南地方で、えーまあ、南京とか、まあ石まあ、江蘇省浙江省っていうあたりの、まあ、人たちだよね。でそのの人たちの あの緩和っていうのが、まあ、これは加工緩和というね。えっと、シアチアンクアンホアという。まあ、種類の言葉があったようなんですけど。まあ、こういうものがね、あの一番。その振りがなの、あの元である可能性というのは高いと思いますね。で、ただ、えっと、長崎には、えっと、福建省とかからも。結構、あの船が来ていて。ですから。 あのー、まあいわゆる復元語っていうか敏南語の,あの発音なんかがねだからひょっとして混じってやしないかっていう、まあ、そういう話にまあなるわけです。ですから大体、あのー、いいこういうようなことあそして、えー、と白話小説の白話っていうのはこれは要するにいわゆる緩和を文字に書いたものなんだね。だから決して方言ではない かだから共通語を、文字にしてるから、だから。水滸伝は、えっと蘇州の人でも、北京の人でも、関東の人でも、読めたわけですよね。だからこれ本当に、だから、ね、蘇州語で。あの、私のふ、本門論の風貌流の三加っていう。蘇州語で書かれちゃったっていうものがあるけど。あれはやっぱり、よその人ではわからないはずなんだよね。だから、あの、そういう意味では。 あの一種の共通語になななっているとととううここです、まあ、そんなようなことだねコーローム」はまあ北京語だ純粋な北京語だっていうけど、まあ、基本的にはほら都は北京にあったからこのいわゆる緩和っていうのもまあ大ざっぱに言えば北京語っていうか北方の言葉なんですねだから「コーローム」なんていうのはその典型的なあのものですよっていうことにまあなってるわけですよね。 ちょっと今あの補足をいたしました白話小説それで、えー、と話元に戻しますともともと講談の場合には、えー、とお客さんを引きつけるために「その入和」っていうものがあったわけですけど、あのー、これは読本の、あのーまあえー、とだから邪の「邪性の陰」「邪性の陰」はですね えこれはそのなんていうかね「いつの」「なりけん」これはだけど「時代」というふうに多分読んでるみたいですけどね「いつの時代なりけん」「木の国」読み本はまあ日本語でも一応こう文語調なんだね文語調っていうか文語なんですね。 だから「いつの時を成りけん」なんてね、えー「いつの時代のことだったのでしょうか」と「紀、えー、の国、えー、三輪ヶ崎」これはまあ地名ですからね「紀の国三輪ヶ崎に」に「大家」これは「大家」と読むんですね大家さん、えー、大家の竹助という人はありけりと「道家の竹助」という人がいたそうだというまあそういうおりましたという、まあ、そういうところから始まって。 でこれはもうだからその何ていうかいきなり話の本題なんだね。でこの実は竹助の息子に、まあ、その豊という人がいてそれがあのいわゆる虚栓にあたるわけですねあの蛇に好かれちゃう,う主人公の男性なわけですだからここはもう本当にその入話なんていうものはこう全く何にもない。だからつまり、えー、中国あこれは まず、えー、と言わなきゃいけないことは、えー、と上田明成は明らかに、えー、この形成通言の「白蛇伝」を読んで、えー、この邪性の印を書いてるわけだけどだから当然最初の聖子の,の説明の入和の部分も読んでるはずなんだねで読んでるんだけどこれを日本の物語にいわゆる読み本にした時にそんなところはばっさり切り落としてると全く無視というかね あの、ええー、使わなかったと。まあ、そういうことに、なると思います。で、それから。えっ、ー、と、そのいわゆる白話小説の形式面ということについて言うと。その第三番目は。ええー。文中。 え文中の「詩詩」等の「陰文」というのがあるんだね。でこれは何かお話をして何かこう何とかということがありましたっていうようなところまで来るとですね何かこう詩みたいなのが詩とか「通が出てきてでそのいわばお話をこう締めくくるようなことによくなってるんだね白話小説の場合はね。これは あのー、昔なんか、あのー、そういう詩とか普通の部分は講釈詩とかあるいはまた他の人でもいいんだけど、えー、本当に歌を歌った、えー、そのつまりその語り物の中に、えー、歌う部分がこう挿入されていたという。 まあそういうようなあのことを言う人もいるんですけど、まあ、その一種の名残っていうかねその形式として、えー、この白話小説の中にはよくあの詩とかいいうのが、えー、挿入されていることがありますでこれもまあ一つの、えー、つまり昔そういう、えー、途中でいいところで歌を歌ったとかね、まあ、そういう、えー、と上演の形式の、まあ、名残というふうに言われています。だからでこれはあのやっぱり あの白茶伝の中でも実は出てくるんだけどあの上田明成はそういうのはもう全部あの取り入れてはいないというねこの次回「水古殿」伝の翻訳を日本で、えー、出たやつを比べてみますけどあのやっぱりこれもそういうなんていうか詩とか通なんていうのはあの翻訳入れてないんだね。 え難しかったからかもしれないんですけど <laughs> あのまあそういういいいにろろ省略がありますこれは実は何ていうかさっきえといわゆる白亜小説だから「水古伝」なんていうものの中にものすごくいっぱいいろんなテキストがあるわけだよね。でみんな性格が違うんだけどえとやっぱり水古伝の中でも最初の頃に出たものっていうのは やっぱりその語り物の芸能の影響が。影響というか、名残がより多く残ってるんですね。だから、えっと、詩とか通が結構いっぱい入ってるわけです。だけど、後のものになると、もうこれは完全に。えっと、それこそやっぱり読み物化して、で、そうすると、そういう、なんていうのかな、ある意味では。物語を読むのに、こう、なんか邪魔なんだよね。この詩とか通ってのはね。だそう、そういうのは、こう、いらないと切り落とされちゃう。 「金星探訪」なんていうねあのやつになるともうこの詩とか通はあんまり入ってないっていうそういうことになってしまいます。でそれからもう一つあの4番目はえこれはその「講釈詩」「語る」というその枠組みなんですね。 さっきまあえこのチエティン・シアフォイ・フェンジへのお話をした時にもちょっと言いましたけど、あのこのやっぱり白は小説っていうのはこう一種のこうどこを読んでもこう一種のこう外枠みたいなものがあるんですね。でその外枠っていうのは何かっていうとそこに書いてあるお話っていうのはえ実際に舞台でえ公爵子が えお話をしてると話を語ってるというまあそのことをいわばそれを再現したという小説になってるわけですね。だからあのチエエティンンシャホイフェンジエなんていうやつが出てくるのもこれは公爵士の言葉なんだよねえ公爵氏が「お次はまた後にやります」というあのこれは関羽がしゃべってるわけではないしえね花宝玉が話すわけではないのであって。 耕爵詞が語っているというその枠組みになっているわけですね。でこれは例えばこの白亜小説によくある決まり文句で例えばこの間一番最初に出てきた「ホア・シュオなんとか」とかねあのこれもえっと何でもない言葉なんだけどこの「ホア・シュオー」のいわば主語にあたるものを考えるとこれは あの講,講談を語っている講釈師なんですね。で私がさてお話しいたしますのはというふうにこう始まるわけでしょう。それから、まあ、知恵主王とかねあのなんか別の話をしてた時に、えー、さて本題に入りますってこう知恵主王この知恵主王はやっぱり講釈師が語るんですね。でそれから時々あの面白いのは。 えー「カン・グアン・ティン・ショウ」なんていう言葉が出てくるよね。カングアンっていうのは、まあ、要するに皆さんという意味でしょ、あのー、お客様という意味でね、えー、ねえの人がいるかどうか知らないけど、まあ、これはだからその相手を尊敬して、えー、言ってるわけだね観客様というかお客様。 で、えー、それをお聞きくださいって。こんなこと言うのも、あのー。実際、紙の上に書いてある物語だったら、こんなこと書いてなくてもいいんだよね。だけど、えー、公爵氏が語るという枠組みになっているので、あのー。こういう言葉も出てくる。それから。だから、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。僕前に。えっ、ー、と、これはだから、公爵氏が語。 ものを書いていてるっていう風な言い方だと実はまだちょっと足りないところがあるんだね。うん、というのはあの小説「三間」の中なんかよく読んでるとですねそうするとあれこういう何ていうのかな偶然偶然のことが非常にこう重なって、えー、こう物語が進行していくなんていうことがあるよね。 でそうすると「塩、えー、フォアだ」って言って「でおいゃくしって言ってですね「お前の話はそんなふうに言ってるけどこんなに偶然がいっぱい重なるわけはないじゃないか」ってこうつまりお客がが文句を言うところが出てくるわけよねでそれに対して「まあ、カンかんくはん臨床」って言って「いやそうはおっしゃいますけど実はこういうわけで」って言ってこう話がいくということなんだよね。だから 白話小説の中ではお客も時々登場するるとというそういうううそころあるわけねだから白話小説の形っていうのをもし一番正確に表現しようと思ったらこれはやっぱりあのその講釈師が語っている場所にまあいわば録音機をねテープレコーダーを置いてテープレコーダーってもう今古いのかねあの <laughs> なんて言うんだろう <laughs> 録音するものを置いて。 それで、えっ、ー、と、その録音したものを文字にしたって言えばね、そうすれば、おあのお客が文句を言った言葉も入るでしょだ、そういうようなもんじゃないかと思うんですね。で、あのー、まあ、こういう形になってます。ただ、えっ、ー、と、まあ、そういう、うん、そういう形になっているというのが、まあ、一つの特徴ですね。で、えっ、ー、と、つまり、まあ、こういうものは、だから、逆に言うと、あのー。この、日本の読み本、あの、秋波の読み本の場合には。 語り手っていうか公爵子っていうような形では全然表に出てこないわけねもちろんそれは物語だからどっかの誰かが語ってるってことは間違いないんですけどそのこういう講釈子の語ってる人の姿っていうのはあの表には出てこなくなるっていう、まあ、そういうことですね。 で、えーまあ、そんなようなあのこれは、まあ、いずれも、えー、と簡単に目で見てわかる目で見てわかるというかね、あのー、白亜小説の特徴ということになりますがもうちょっとその内在的な、えー、特徴というものを いうこととを考えてみたいと思うんですねでこれはやっぱり、えー、と耳で聞く話とさっきのあるね耳の文学と,、えー、と目の文学なんですけど、えー、と耳で聞く話と、えー、目で読む話でねどうだけ変わってくるかっていうことなんですけどまずこの一つとしてはですねあの特にこの白蛇伝のお話、えー、白蛇伝のお話とこの秋成の蛇性の陰とをこう比べてみるとね あのこの繰り返しっていうことがいろいろあると思うんだねこれ、えー、と皆さん「白蛇伝」の話っていうのはなんとなく大体話は知ってるよねあの。これまず一番最初の舞台になってるのは杭州なんだよね杭州。それでそこでこの「えー、と「そこでえっ、ー、と「この巨線と「杭と「 白夫、えーまあ、人バイニャンズが、えーまあ、こう出会うわけですよね聖子のほとりで出会うわけですよね。でそしてまあ、あのー、このバイニャンズの家に行ったりなんかして、まあ、二人は仲良くなるわけです。でところが、あのー、そしてまあいよいよまあ結婚しようということになってでその時にそのバイニャンズがあと巨戦にお金をあげるんだよね。 でそのお金というのが実は、えー、お役所の金庫から盗まれたお金であったという、まあ、そういう事件がまず最初に起こりますよね。で要するにうんまあ,あの贈り物これはまあ結婚資金としてどうぞっつってもらうんだけど贈り物をもらうでそれがまあ実はその盗品であったという。 ここういうい事件がまず起こるわけですねそれで、えー、まあ巨船はだから捕まってしまってお役所にまあ行くわけだよね。でだけど、まあ、実はそういう怪しいことがあったんだということで、まあ、あの捕まらずに済んでそして、えー、今度は蘇州へ行くわけですね。 そして、えー、と蘇州でまあ暮らしているわけだけどそうするとそこへまた、えー、バイニアンズが白人が人やってくるわけですよねでそして、えーとまあ、実はこれ巨戦はあのその薄婦人からなんか怪しげなお金をもらったから自分はその、ね、おまわりさんに捕まって、えー、で蘇州に来なきゃいけなくなっちゃったっていうことを、まあ、文句を言うわけだけれども。 えとまあ、幕府人はいや、ま、これはまあそんなことはないんでってなことで言って結局、まあ、うまく丸,丸め込まれたというかよく分かりませんけど、あのー、また一緒に暮らすようになるわけですね。でそうすると今度はその蘇州でもって、えー、とまた同じように、えー、彼がその幕府人が、えー、巨船に、えー、送ったあるものがやっぱりこれはまた。 大事などっかの誰かの何かをこう盗んできたものであったこの贈り物、えー、盗,品盗品事件というのが訴訟でもここでもやっぱり、えー、捕まっちゃってそれで、えー、と最後に最後にっていうか鎮香へ今度は行くと。 でそうするとその鎮魂へまた白婦人がやってきてでまた一緒に暮らすという、まあ、そういうふうになってるわけなんですね。で要するにあのこう話が何度も同じようなことがね何度も何度も起こっているわけですよ。つまりまあ最初は仲良くなって暮らすっていうことはあるんだけど。 盗まれたものを持っていて捕まるとそれでだけどまた白杖氏がやってきてまた一緒に暮らすようになるで蘇州でも同じことがあって鎮魂でまた行った先でまた白夫人がやってきてまた一緒に仲良く暮らすようになると、まあ、そういうことがあの3階というかね3つの場所でこう起こることになってるわけですね。でところがあの邪性の院の え舞台の最初はえっと和歌山県にある新宮というところなんだね、まあ、今でもあります、えー、その新宮というところなんですけど、まあ、そこでえまあこう似たような事件がこれはあの話としてはあのもちろん上田明成はえ三間の物語を読んでこう書いてるわけですから同じような事件が起こるわけですね。えー、まあただこれあのものは違うんだな。こう 熊あのと神宮というのはあの日本の熊野神社というのがあるその一番の大元のところですねでそこの神社にあったえ宝物のその太刀,ねあの刀が盗まれてそれをまあえもらうことになってるんでこう微妙なところはこう違うんだけれどもあのまあ似たような事件がまあ起こるわけですね。そそうすると今度ははれれでまあ彼は結局神宮にいらななくなって えと大和の椿というところ奈良ですねこれ津波市ってうこへまああのー、兄弟かなんかがお嫁に行ってたということでこっちへ来るわけです。でそうするとそこへまあ,あのもちろんその白鳥氏じゃないんだけどあの蛇の精の女性がまたやってきて一緒に暮らすようになるわけですね。だけどそこでもう あのいわば、えー、最後の正体が分かってしまってだから、えー、とこの事件が起こるのは1回だけなんですねだから1回しか引っ越しはしないという、まあ、そういうことになります。でこれはやっぱりおそらくですねあの耳で聞く話というのだとあの割と同じようなことをこう繰り返して聞かされてもあのそんなにこうなんていうのかな 嫌なならいいというか、えー、まああんまり繰り返されたら嫌だとは思うけどあのまた何が起こるんだろうっていう、まあ、好奇心でこう見て聞いていきますからね多分そんなに問題はないだけどこれが読目で読むようになるとやっぱりまた同じかよってさすがにこうかったるく、えー、なってくるということであると思うんですね。ですかららおそらくこの、えーっと 三元の話としては何度も繰り返しているっていうのはおそらくこれはやっぱりその口頭でえ耳で聞いていた段階はまあそんなにこう嫌ではなかったんだけど本当にこう目で読む物語に変えるときにはやっぱり同じようなことが何度も起こるっていうのはあまりにしつこいとえうるさいということで一回に多分したんじゃないかというふうにまあ思うわけですね。 でそれから、あのー、もう一つの、あのー、内在的な特徴としては、えー、種明かしという。種明かし。えー、っとこれ、あのー、つまりその話としては、えー、っとそのいわゆる「バイニャンズというのが えー、実はことだよねでこれはまあ僕らはみんな知っちゃってるわけだけどこの作品のお話の中で、えー、この「バイニャンズは、えー、と蛇のせいですよ」っていうことが一体いつその本当にこう読者というか聞き手に、えー、はっきりと聞かされるのかっていうこのあれが一つの問題なんだよね。でまあ なんとなく、あのー、それらしい、えー、怪しげな事件は起こったりするんだけど本当にこうバイニャンズは白状氏は、えー、蛇のせいでしたっていうことが分かるっていうのは実はですねこの今のこれでいくと、あのー、最後に鎮公をやってきた段階で初めてこれ言われるんだね、あのー、語り手が。 こう蛇だということを語るわけですでしかもあのこれは変な話になっていて、えー、とこの主人公の巨泉はあのずっと薬屋さんで働いてたんだねだから薬の知識があって、まあ、蘇州とかでもずっと薬屋さんに鎮香で,でも、えー、薬屋さんに勤めるんだけどその薬屋さんの,、えー、その主人っていうのがまあなんていうのかね、あのー、すごいスケベな人で。 あのその巨船が奥さんがすごい美人でしょ。あのバイニャンズはね、すごい美人だって言うんで、えー、その自分の家にこう巨船と一緒にその奥さんを呼んで、でまあ一緒に食事なんかをさせるわけですね。で、そのバイニャンツが、えー、ちょっとお手洗いにこうこっそり行った時に。 あのその主人がこうついていってですね、えー、なんか悪いことをしようなんていうようなことを考えてこう行ったわけです。でそうするとそのでこっそりそのトイレの中をこう覗くんだねその主人がね。でそうすると,、えー、と実はそんなその美人どころではなくて、えー、ものすごいだあの蛇がとぐろを巻いていましたという、まあ、そういう話になってるわけです。でここで初めて まあ本当にあの物語として、えー、はっきりと言われるのはそこでですね初めてこのバイニャンズが蛇だったっていうことが、まあ、分かるようになってるんだね。でだけどでそのおじさんは死んだようになってあの逃げ返ってくるわけだけどここにまた実は一つ仕掛けがあってもともと人の奥さんがお手洗いに入ってるところを。 覗いてるわけだから、まさかそれを巨線に言えないわけだよね。<laughs> だから巨線はまだわからないというそういうふうにして話はずっと続いていくわけですね。それでえー、っとところがあのー、だからなんて言うんだろうえー、っとやっぱりこの口頭で話をしている場合には多分えー、っとこれはヘビだよっていうことを説明しちゃったら。 もう多分お客はもう後来ないというかねあのもう聞かないというそういうことにもなってるんじゃないかと思うんでなるべくこの正体を明かす最終的に正体を明かすのはなるべく後回しにしてるんだね。ところがあのこの「邪性の院」の話ではえ邪性の院の話ではですねこれほら大和でしょ奈良でしょ。 でその奈良にいるのであの、まあえー、この近くに、まあ、吉野山というのがね吉野、えー。吉野といえば桜なんですけどその桜の花がきれいだからねあの桜の花見に行っといでということで、えー、吉野山に花見に行くわけです。えー、とその主人公の男とその、まあ、蛇の性の女性がね。 でそうすするとですねそこで大麻、えー、の坂人という大麻、まあえー、の坂かとという、まあ、そういうおじいさんが突然出てきてですねでそのおじいさんが、えーそのまあ、この女性マナ、まままあ、ー子というんですけど、えー、と日本の物語の主人公はあのさっき出てきた えー、親の豊と,という人とそれから主人公が、えー、っとこれ面白いですね中国語で読むと変だ、えー、チェンユズっていうこれマナゴさんというんだねマナゴという、えー、その二人なんですけど えこれがその桜の花見にやってくるのをこの大魔の坂人がこう見てですねでいきなりえそのこの女性に向かって「こらあの悪さをするな」って言ってこう怒るんですねでそうするとあのそのマナゴはえこう川の中に飛び込んで姿が見えなくなってしまうというまあそういうふうになってるわけ。 でえー、そしてその老人がですね、えー、この親の家のに、えー、っとあに、のー、今のはこう蛇のせいなんであるっていうことをもう教えるんですねだから、あのー、その種明かしをものすごく簡単にすぐに、えー、蛇だってことを教えちゃうという、まあ、そういうことになってるわけです。で、あのーまあ、そういうところが、まあ、おそらくこう耳で聞く話と。 えそれからこう目で見る話というまあそういうものの違いなんだというふうにまあ思うわけですね。さらにそこからまあ今日の最後の話になりますがえ最後にもう一歩突っ込んでですねえこの中国のもともとのお話とこの日本のこの邪性のイントのお話の。 根本的な違いっていうのは一体何なんだろうってこう考えてみるわけですね。そうするとね、えー、とまず、えー、とこの最後の方おしまいの方の物語が実はだいぶこう変わっていて「えー、と邪性の院」の話では邪性の院の話ではですね えこれはあのバイニャンズの,あの巨泉はまあずっと巨泉が一人でというかあのいるわけなんですけどこの豊尾さんの方は日本のお話の方はえまあつまりここでこの女性もいなくなったマナゴもいなくなっちゃってこの坂人にまあなんていうか見破られていなくなってしまったところでまた一人身なのわけですけどあのその。 さんはですねこうまた別の女性とと結婚するるいうお話になってるんだねで。その別の女性と結婚するその結婚式の日にえその女性を見るとっていうかその女性がやってくるんだけどえその姿はその別の女性なんだけどえその女性がですねいきなりそのまなごの声で「あなたは私をお忘れか?」 こういうわけですね、えー、それで、えー、とつまりその豊夫はキャーってびっくりして、えー、という話になってるわけ。でまあ要するに怖い話になってるんだねこれはね。あのつまり何て言ったらいいんでしょうね。あのそしてまあ最後に、えー、その女性に乗り移ったその蛇の性っていうのが。 あのー、まあ退治されるっていう話は最後それ退治されて終わるっていうところは、まあ、白蛇伝と同じなんですが、えーまあ、非常に簡単に言うとですね非常に簡単に言うとこの邪性の院の話は多分これこの間の戦闘神話をやったけど怪談、えー、なんだよね怪談なんだと思うんです。怖いい話ととうことで えおそらくあの白蛇伝の中のそういう部分をこう取ってみてるんだと思うんだよねで一方で、えー、とこの白蛇伝の話をこう考え直しますとですね、えー、どうかというとさっきまあちょうど消しちゃったけどさ、えー、まず最初聖子であの甲州で一緒になってでそれからいろいろ困った事件はあったけどまた蘇州へやってきてで いろいろあれだけどまた一緒に仲良く元のさやに戻って暮らすようになりましたでまた事件が起こって鎮公へ行ったけどまた仲良く暮らすようになりましたっていうお話はこれはある意味ではあのその単に話の繰り返しっていうこともあるんだけど結局そういうことがあってもこの巨泉はバイニャンズを白状死を忘れられなかったわけでしょ。あの決して お前変だとか言ってあの追い払ったとかいうわけではないわけですよねだから多分そのえと三元のまあつまりまあ白蛇伝の話はある意味ではえと愛情物語にまあなってるわけなんだと思うんだよね。もちろんその蛇のの蛇物語ですからあのー 当然、えー、そういう怖い話ではあるとは思うんですけどやっぱりそのたとえ日々のせいであったとしてもあのやっぱりこうまあなんていうのかなその女性の方は、まあ、ずっと何回も来るんだけど、えー、その巨戦の男の方もねやっぱりその彼女がやって来ると、えー、結局仲良くなってしまうという、まあ、そこら辺りのところが。 あのやっぱりこう描かれてるわけですねで、えー、とこっちの「邪性の陰」の話は実はもう、えー、とこの主人公の豊っていうのは、えー、とこの「大魔の坂人」から、えー、その彼女の正体っていうのを聞いてからはですね、えー、何でしたっけね恐ろしいとかね壊しとかね,、えー、とかねなんかとにかくもう。 えっと怖い怖いと言ってるだけなんですね。だからなんかあんまり愛情がないという <laughs> えそんな感じをあの受けるわけです。ですか。これ愛情の愛が抜けてる。ひどい <laughs>。これが<は笑>愛情物語になってるわけですね。それであのだから。 いろいろ語りの形とか物語の,本あのスタイルっていう点でもまあ当然え中国の小説から日本の小説へ移るについての変化っていうのはあるんだけどおそらく一番大きな違いっていうのはねやっぱり秋成はこの「慶節源」の話を読んでえとこれをだから要するに怪談怖い話っていうふうに いわば解釈したんんだと思うんで,、ねでえー、まあ白蛇伝の話もそのもちろん怖いところはないわけではないけれどもあのまあ一種の愛情物語的側面が結構あって、まあ、中国の読者はやっぱりそういうものを読んでたんだと思うんだね。で、えーとまあ、それが証拠っていうわけではないけれどあの三元の話よりも後の,あの中国で出た この白蛇伝の物語っていうのは愛情物語がもっと強まってるんだよね。であの一番最後に「あのえー、と崩壊和尚」っていうのがつまりあの白状子をバイニャンツを、えー、レイ・フォンタンライホーン来訪島に閉じ込めるのがこの崩壊和尚でしょ。だけど その中国の昔からある伝説とか物語の中に「崩壊和尚」はなんか余計なことをしたっていうわけですよねせっかく2人が仲良くやってんのに「お前は蛇だ」とか言って退治しちゃったって言ったらかわいそうじゃないですか <laughs>。でそれで結局そのなんか罰を受けてえこの「崩壊和尚」はなんかこう「ニにされちゃったっていうね「あのパンシエ <laughs>」。 だからそういう物語になってるくらいでですからあの中国の物語はまあ確かに妖怪の物語でもあるけれどもあ,のある意味こう男女の愛情物語という側面があるんだね。であの日本の物語はまあそういうところは全くゼロではないけれどねどっちかっていうとその。 えー、不気味なお話怖いお話話怖い要するにいわゆる階段という色彩が多分強くなってるんじゃないかというふうに思うんですね。だまあこの辺はあのやっぱり、えー、この間のボタン道路もそうだけどなんか日本人は何でも階段になっちゃうという、まあ、そういうところがあるのかなというところであります。だからこう物語をそそっくりそのまま 日本の話に置き換えていわゆる本案ということをやってるっていうことなんだけどやっぱりなんか物語自体のこうポイントみたいなものがねなんとなくやっぱり中国と日本で変わってるっていう、まあ、そういうところはあると思います。ええそれでではははぼぼちぼちちだと思ううので、まあ、今日はちょうど本当は 今日僕は水こ伝の最初の方が入りたかったんですけど話が長くなってしまいましてすいこ伝はじゃあ次回ということであの今日はここまでということにいたしましょうえまあそんなお話でした次回あのえっとまたそのすいこ殿のえっと中儀すいこ伝の原文とあの日本語の訳とこう並べて読んでみたいと思いますのであの見てみてください。じゃあ、えー 来週再来週またお目にかかりましょうえ、じゃあどうも今日はここまでにしますじゃあどうもありがとうございました